クレバスの地表面。雪などで覆われていない例。表面が氷河によって削り出された石に覆われた氷河にできたクレバスの例。クレバスの中にはこのようにつららが見られることもある。クレバスの底に降りて撮影された写真。クレバスとは氷河や設計などに形成された深い割れ目のことである。カタカナ表記ではクレバスとも書かれる。クレバスの壁面は垂直に近く。 その幅は数センチメートルから数メートル程度と様々である。底部までの距離は主に10メートル前後で、時に数十メートルにも達し、壁面下部は雪が圧縮され固結した氷状となっている。クレバス内には氷が誘拐してできた水が流れている場合もある。場所によってはクレバスの地表面が雪に覆い隠されていることもあり、この場合はクレバスの発見が困難になる。 このような隠れたクレバスを特にヒドンクレバスと呼ぶ。クレバスに転落して負傷や死亡する事故はしばしば起きている。例えば、1981年6月10日に天山山脈の母タミネの氷河場で京都山岳海登山隊の隊員が下山中に雪に覆われて隠れたクレバス、つまりヒドンクレバスへと落下した。クレバスの上まで。 クレバス内の彼女の声は聞こえても、数十メートル下の狭い隙間へ滑落した彼女に、救出の手は届かず、結局、彼女自ら生還を断念せざるを得なかった。彼女の遺体は14年後の1995年に発見された。通常はクレバスを避けて移動するべきだが、もしもクレバスの上を越えなければならない場合は、安全対策を取った上で越えることが望ましい。 例えば綱やはしごを渡して、クレバスを越えるなどの方法が知られている。なお、極地方の気象研究などの調査目的や、滑落者の救助の際に必要になった場合など、クレバスの中へと降りることがあるものの、その際は落下対策として、雪山の岩壁登山と同等の装備を要する。季語としてのクレバスは、夏の季語、分類は地理。詳しくは、親季語である、 設計を参照のこと、ありがとうございます。